暑い日が続き、水の使用量もうなぎ上り。しかし私たちの身の回りで使える水の量はわずかしかありません。東京北の丸公園の科学技術館では、水、この限りある資源をテーマに、ウォーターフェア84東京が開かれました。夏休み中の子どもたちの注目を集めたのが、砂防ダムの実験。水資源を守るために、様々な工夫がなされ、コップ一杯の水にも、たくさんのお金がかかっているのです。世界25カ国から寄せられた子どもたちの絵から、水に親しみ、水に悩む暮らしぶりが伺われます。水の恋しいこの季節、水を大切に使いたいものです。